それでは、カードマジックを見せしたいと思います。デックを人に分けます。そしてカードを1枚選んでカードを当てるんですけど、今日は私が当てるんではなくて、観客の中の1人にアシスタントになってもらって、そのアシスタントにカードを当ててもらいたいと思います。今日は、それでは、あなたにアシスタントになってもらいます。お願いします。はい、それでは、今分けたところのカード、このカードを私とアシスタント以外の人で見て覚えてください。はい、あ、はい、はい、いいですか。はい、はい、そしたら、好きなところに戻してください。はい、そうしてカードをリフルすると、今途中に入れてもらったカードの情報が一番上に上がってきます。はい、このカードをアシスタントの人に渡します。はい、そしてみんなが覚えたカードが何だったかっていうのをよーく考えてください。よーく見てくるとだんだん分かってくると思います。はい、いいですか。はい、はい、分かりました。一番上のカードはクラブのキングです。はい、そしたら、みんなが覚えたカードは何だったでしょうか。ダイヤの7。おお、当たってますよね。さっきのカードは、普通のカードです。なんともないです。